超えた自分におはよう、ハロー、もう辛くないよ。泣いたり悩んだりするから、人生は美しい。本当に感動しました。僕あの結構ね試合見に行ったんですけど、あの女子の試合生で見て、多分今まで人生で一番感動しました。いやもう嬉しい。なんかねやっぱりね、それこそあの去年は決勝で負けちゃって、やっぱ今年の、 そのウィンターカップに対する思いが、やっぱ選手たちの思いもそうやし、監督の思いとかも伝わった試合やって、あのやっぱボールに対する執着心とかもそうやし、すごいあのやっぱ選手たちの気持ちが出た試合やったなと思うんですけど、どうですか勝ってみて心境は。そうですね、やっていく中で、はい、今年は昨日もそうですけど、今日ももう40分間の中で成長をしている姿が楽しかったです。あーなるほど、はい、もう一本一本ワンプレーワンプレー成長している姿がもうすごい楽しかったです、はい、もう途中本当は泣きそうでした。いや僕もちょっと正直泣きそうやって、はい、あの監督最後ね、あの先生の話してで、こう生徒たちと一緒にこう、あの、いや、嬉しさ分かっちゃった時に、まあ、なんか僕もすごい懐かしいなっていう気持ちとともに、なんかやっぱバスケっていいなっていうのを思ったんで、ね、本当もうぜひね、あのウィンターカップ僕も見に行くんで、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。今後とも、あのね、ぜひあの番組で学校に行かせてもらえるとありがたいです。はい、ぜひ来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いやマジで感動しました。さっき先生と全く同じこと言ったんですけど、あの僕女子の試合見に来た中で一番感動しました。それがやっぱ気持ち入ってるのも感じ取れたし、あのボールへの執着心もすごくあって、あのすごい感動したんですけど、実際この優勝してみてどうですか心境は。夢のようです。あもうだってね、去年があれですよね去年が負けちゃって今年優勝して初の全国大会。僕的に、僕個人的にはね、ずっと試合に出て MVP が99番なんですよ。ほんまに、目立つプレーっていうよりも、この一個一個の、まあ、リバウンド一つやったやつに、やっぱあのね、チームが軸というか、すごいいいプレーを持ってて、どうですか、このウィンターカップに向けての心意気とか、このかけれる思いって、結構すごかったりしますか。行きたいなと思って。すごい、本当に僕ほんまに感動しました。こんなにあのぜひね、これまあテレビもあるんで、あのぜひ見ていただけたらいいんですけど、本気でやってる女の子たち、ジョバスもかっこいいんだぞっていうのがこれ伝わったらなと思うんで、本当僕は本当めちゃめちゃ感動したんで、あのぜひぜひウィンターカップも頑張ってください。ありがとうございました。いやお疲れ様でした。めちゃくちゃいい試合でした。本当に久々にね、高校生のこの予選、ウィンターカップ予選あの見に行って、それこそあの自分の高校時代を思い出したっていうのもあるし、今年はそれこそインターハイがコロナの影響でなくなっちゃって、ウィンターカップがようやく開催されるっていうのがあったんで、やっぱ選手たちの、ね、気持ちもやっぱ例年より何倍もこう大きくて、もう試合に対する、ね、熱量がすごいすごいね、あの1分1秒伝わってすごいね、あの感動しました。鳥肌止まらなかったです。ぜひね、今日あの勝ったチームはあのウィンターカップに向けてもともとね、調整して全力でウィンターカップ楽しんでほしいし、負けて引退しちゃったチームは本当にね、人生まだまだこれからなんで、この3年間で得た経験ってもう一生もんなんで、ぜひぜひね、それを生かして次のステップアップ、次のステップに生かしてほしいと思います。まだまだこれからあのウィンターカップ予選各都道府県で続くと思うんですけども、各都道府県の選手頑張ってください。僕ウィンターカップで待ってます。